サエ君、病院での治療は終わったの？終わったなら早く帰ってきてちょうだい。お兄ちゃんがあんたに頼みたいことがあるんだって。ごめんお母さん、私治療がまだ終わってないんだよね。え？っていうか入院することになっちゃった。悪いんだけど着替えとか持ってきてくれるかな？お兄ちゃんのお世話もしばらくはお母さんにお願いしていいかな？はあ？入院ってどういうことよ。あんたただの打撲じゃないの？私もそうだと思ったんだけど、調べたら骨折してたみたい。足の骨もひびが入ってるから大事を取って入院だって。どれくらい入院って言われたの？早くて1週間って言われたよ。でももしかしたら2週間以上入院するかもだって。はあ？そんなに入院しないといけないの？なんか腸の方も腸閉塞みたいで精密検査するって。だからその結果次第では入院が長引くんだってさ。嘘でしょ？うちには体の弱いお兄ちゃんがいるのに入院だなんて。でもお兄ちゃんに怪我がなくてよかったよね。倒れそうな時に間に合ってよかったよ。どう？お兄ちゃんは熱とか上がってない？お兄ちゃんは熱も上がってないし大丈夫よ。よかった。どこもよくないわよ。さやか、あんた一体どうしてくれるのよ。迷惑なことしてくれちゃって。え？だって私何かした？倒れそうなお兄ちゃんを助けて階段から落ちただけなんだけど。あんたが怪我したことが迷惑だって言ってるのよ。え？お母さんがお兄ちゃんの世話をすることになるじゃない。わかってるよね。うちはお父さんもお母さんも働いてるの。体に弱いお兄ちゃんはあんたが世話しないといけないのよ。わかってるよ。でも今回の怪我は仕方がないじゃない。そのお兄ちゃんのお世話をしてる時に怪我したんだから。怪我したくせに何偉そうにしてるのよ。ああ、これでお母さんが会社休むことになったら、あんたのお小遣いは没収だからね。え？当然でしょうが。あんたのせいでお母さんは有給を使うの。つまりお母さんのお金を無駄にしたってことよ。あんたのお小遣いなんて没収されて当然よ。じゃあせめてお見舞いには来てくれる？何ですって？どうせ有給取るならお見舞いに来てくれたっていいじゃん。お兄ちゃんは入院に慣れてるけど私は初めてなの。心細いしお見舞いに来てほしいな。心細いって、あんた高校生になってまで何言ってるのよ。あんたのお見舞いなんて価値がないから行かないわ。来てくれないの？娘が骨折で入院だよ。もしかしたら2週間も入院するかもしれないんだよ。だから何？役に立たない子供のお見舞いなんていらないでしょ。え？あんたを何のために産んだと思ってるのよ。あんたは病気がちで体の弱いお兄ちゃんの面倒を見させるために産んだの。お世話係が入院なんてとんでもない迷惑だわ。ちょっと待ってよお母さん。お兄ちゃんのためにって何？私ってそのために生まれたの？当たり前じゃないの。あれ言ってなかったかしら？言ってないし聞いてないよ。まあでも高校生までずっとお兄ちゃんのお世話させてきたんだもの。それくらいは気づくでしょう。あんたは世話係のためだけに産んだんだよ。確かに小さい頃からお兄ちゃんのお世話は私の仕事だったよね。でも私なりにお父さんやお母さんが忙しいから少しでも手伝いになればと思って頑張ってたのに。何も言わなくても自主的に手伝ってくれたわよね。本当に便利な子供を産んだと思ってるわ。あんたのおかげで私もお父さんも仕事に打ち込めたし。私は一人でお兄ちゃんのお世話をしていたんだよ。ご飯作ったり薬受け取りに行ったり、体調崩したらすぐにタクシー乗って病院に連れて行った。お兄ちゃんに八つ当たりで叩かれても黙って耐えてた。ああ、あんたが八つ当たりされてることは知ってるわよ。八つ当たりするならさやかにしなさいって教えたの私だし。え、お母さんが指示したの？指示じゃなくてアドバイスよ。体は弱いけどお兄ちゃんももう成長して力はあるでしょ。暴れたら大変だから八つ当たりの場所を決めてあげたのよ。それが娘の私って。お母さんそんなのひどいよ。あんたなんて産んだ時から娘だなんて思っていないわ。あんたはお兄ちゃん専用の家政婦なの。そして八つ当たりのサンドバッグでもあるのよ。よくそんなことを実の娘に言えるよね。もうあんたなんか娘じゃないわよ。入院なんて面倒なことしやがって。もうあんたは家に帰ってこなくていいわ。え？絶縁よ絶縁。最近お兄ちゃんからあんたに世話されるのも飽きたって言われてるの。この際だからもう本物の家政婦を雇うことにするわ。つまり私はお払い箱ってわけね。そうよ、
勝手に怪我して入院するため家政婦はもうクビなの。あんたが家政婦してくれてる間に、私もお父さんも昇進したし、ちゃんとした人を雇っても余裕があるのよ。なるほどね。まあどうしても絶縁しないでって言うんなら、なんとかしてあげなくもないんだけど。どういうこと？家政婦からペットになりますって約束をしなさい。そしたら絶縁だけは許してあげるわ。娘をペットって。家政婦さんには住み込みでいてほしいのよ。だからあんたの部屋は家政婦さんにあげるわ。そしてあんたはこれからはペットとして廊下で寝なさい。は？何よその反抗的な態度は。嫌ならいいのよ。当初の予定通り絶縁すればいいだけだもの。お兄ちゃんの世話担当として産んだのに使えないあんたが悪いのよ。絶縁したら退院しても連絡してくるんじゃないわよ。わかった、任せて。え？絶縁よ？意外とあっさり受け入れるのね。うん、むしろ私にとってはありがたいよ。これからはおばさんたちの子供として生きていくね。おばさんですって？うん。お母さんのお姉ちゃんのミキコさんだよ。実は前から養子に来ないかって言ってくれてたの。なんですって？お母さん知らないでしょ。ミキコおばさん、今年からうちの市に引っ越してきてるんだよ。え？それで私がせっせとお兄ちゃんの世話をしてるところを見たんだって。いつも私だけがお世話してることも知ってるし、お兄ちゃんが私に八つ当たりする場面も見てるんだって。なんですって？それで私にこっそり連絡をくれたの。うちに養子に来ないかって。ミキコおばさんは子供がいないから一人養うくらい余裕なんだって。何バレるようなことしてるのよ。せっかく親戚にはごまかしてきたのに。そうだよね。お兄ちゃんもお母さんたちも外面だけはいいもんね。親戚の前では家族みんなで支え合ってる設定だもんね。実際は娘の私一人に全部押し付けてるくせにさ。まさか姉のミキコにバレてたなんて。あいつはいつもそうなのよ。私の闇は握るようなことばっかりして。そういうわけで私、ミキコおばさんの養子になるね。お母さん、今までお世話になりました。この家の家政婦は今日をもって辞めさせていただきます。親子の縁ももちろん切らせていただきます。とっととなくなりなさい。あんたも絶縁を認めたんだから二度と連絡してくるんじゃないわよ。もうあんたはうちには必要ない人間なんだからね。あんたがこの家には必要よ。今すぐ帰ってきてらっしゃい。一体急にどうしたのよ。お兄ちゃんのお世話が大変なのよ。わがまますぎて最初に雇った家政婦はもうやめた。わかるわかる。私も何十年とそう過ごしてきたからさ。それにね、次に雇った人も今日逃げ出してしまったのよ。一ヶ月で二人も辞めさせるなんてお兄ちゃんずいぶん楽しんでるね。こっちは全然楽しくないわよ。それにしまいには俺もおばさんたちの養子になるって言ってるのよ。は？ほら、姉のみっこたちは夫婦揃ってバリキャリで稼いでるでしょ。私たちとは比べようもないほどに。そうだね。私も退院してすぐにお小遣いって100万渡された時はびっくりしたよ。服も何もかも新品が用意されててさ、まるでお嬢様になった気分だね。お兄ちゃんも金持ちの養子になりたいって騒いでるのよ。それで私立のいい病院に入って治療したいって言い出してるんだよ。弱い体に産んだ親なんて必要ないって。私たちの子供でいるのはもう嫌だって。お兄ちゃん、こんなに頑張って育ててきたのに息子に捨てられたんだよ。なんてひどい息子なの。大変そうだね。まあ私には関係ないけど。何言ってるの。さやかにとっても関係あるんだからね。え？お父さんと話し合って決めたのよ。わがままな息子より献身的な娘の方が大事だよね。待って待って、めちゃくちゃ嫌な予感がするんだけど。いずれ私たちも介護が必要になる時が来るわ。そうなった時、か弱いお兄ちゃんが頼りないわよね。だから姉への養子はお兄ちゃんにして、あんたはお家に帰ってきてらっしゃい。はい、来た。家政婦の次は介護士任命ですか？娘を何だと思ってるんだ？今まではお兄ちゃんのお世話で大変だったわよね。でもそんなお兄ちゃんは養子に出すからもう大丈夫。これからは家族3人で暮らしましょうね。何が家族よ、絶縁宣言したくせに。そんなものはすぐに撤回すればいいだけよ。さあ姉夫婦に伝えてちょうだい。息子を養子にあげるから娘のあんたを返しておくれ。
て。体の弱い息子じゃ将来私たちの介護なんてできやしないわ。あんたは優しい子だからお母さんたちのところに戻ってきてくれるよね。どちら様でしょうか。え？私の母はおばのみきこおばさんです。もうあなたのことは母と認識しておりません。ちょっとさやか、何言ってるのよ。あなたのお母さんこの私よ。お腹を痛めて産んだこの私なの。いいえ、私のために心を痛めてくれたみっこおばさんが私の母です。娘が兄に殴られてを無視するような人は母ではありません。違うのよ。あれはお医者さんにストレスを与えないようにって言われていたの。だから仕方なくお兄ちゃんにアドバイスしたの。ストレスが溜まったら妹を好きに殴りなさいって。いや、そこまでは言ってないけど。お母さんたちさ、私にお兄ちゃんのお世話してる間のびのびと好きに働いてきたんだよね。経済的にも余裕なくらい昇進してるんだよね。それはまあぼちぼちと。なら将来の介護費用を今から貯めておくといいよ。そしたら私もお兄ちゃんも頼らなくていいよね。え、待ってよ、さやか。本当にこの家に戻ってこないの？ここはあんたが生まれ育った実家なのよ。私にとっては実家っていうより住み込みの職場だったよ。24時間お兄ちゃんのお世話をするっていう過酷な仕事のね。住み込みってそんな。最初に絶縁だって言い出したのはお母さんたちだよ。私はあくまでその通りにしただけだから。それじゃあ元気でね。みっこおばさんからもう連絡取るなって言われてるから、さよなら。お兄ちゃんのための住み込みの家政婦さんは、未だに雇ってはすぐに逃亡されてを繰り返しているそうです。そして私がいなくなった代わりのストレス発散先はネットショッピングを楽しんでいるらしく、お父さんお母さんのせっかくの給料ほとんどがお兄ちゃんの散々に消えているんだとか。これ以上はみきこおばさんが知らなくていいというのでよくわかりません。とりあえず私は平和にのびのびと暮らしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。